ミルキー行きましょう、うん、ミルキー、はい、ミルキーの謝罪ギャグです、どうぞ。ごめんなさい、パンツ見えた。あのね、一番やったのヘラヘラすること。一番やったのこっちがめっちゃ恥ずかしがんねん、それやられると。ミルキーがもう両手上げてますよ、うん、いける、はい、じゃあ行きましょう。ミルキー、こんな放送部は嫌だ。フットボールアワーの後藤です。各局の皆さん、ゴールデンの MC のお仕事お待ちしてます。よろしくお願いします。いや、あれへんの。何やそれ。テレ朝ではやってないから欲しいけど。戻れ。頑張ってください。頑張るわ。続いては渡辺。さあ、難波の商店街に来ました。いいですね、見てみましょう。おしゃれね。 あら、おばちゃん、これこんにちは。こんにちは。何してるんですか。今ちょっとあの散歩に行ってて。この格好で悪い。いやいや、完全ひょうでしょ。どうした、鼻声。いや、鼻声じゃない。風邪ひいてんの。風邪ひいてない。ネギやんで、ネギ。あげたい、あげたい、ネギ巻いてる。あ、いや、ネギ巻いてる。いいわね、いいわね、いいわね。ちょっとやめてくださいよ。ちょっとしたトラブルみたいな。あ、なんか、かわいい。え、かわいい。かわいい。やった方がいいんじゃない。あ、私ちょっとアイドルなんで無理なんですよ。え、これアイドル無理なの。え、アイドル。え、何決めてるの。この子。怒らせた。ひどいわね。完全に怒らせたね。あれか。ちょっとね、ちょっとね、うん、怒らせてしまいましたね。怒らせてしまうんだよね。おばちゃんたちのクオリティが高すぎるな。高いよね。難しいね。はい。行きましょう。こんな日直は嫌だ。一班の班長と三班の班長がキス。もうどんな日直やねん。なあ。王様ゲームちゃうやろ。そんな感じの日直っていう。日直になったらそういうことができるっていう。もう下がりながらいろいろ足していくな。挑戦はミルキーでーす。はい、それでは参りましょう。ミルキーの BKB です。ブンブンブン、こんばんは。爪痕ならぬバイクの跡を残しに来ましたよ。あれ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 、バック急にバック BKB ヒヤ。素晴らしい。うまっでしょ。ちゃんと聞いてました。今のお前行ってバイクは本来バックできひんのに、はい、急にバック、バック急にバック BKB ナイス。なんかサングラスをかけると自分が乗せる。はい、ではまずジャングルポケット先生との即興コントに参加していただくメンバーはミルキーです。はい、コントのシチュエーションはこちらです。コンビニだ。コンビニ、コンビニ、コンビニです。コンビニ、コンビニをテーマに1分間の打ち合わせ。どんなコントが出来上がるのか、それでは行ってみよう。ジャンポケ&ミルキーのコンビニ。いらっしゃいませ。すいません。すいません、あの、あのちょっと二人ともどうされたんですか。トイレ貸していただきたいんですが。トイレ、それだけ。トイレ行っていいですか。いや、ちょっと待ってください。あの今一応この方もトイレ行かれてて、え、もしかして。あの違うんです、私アイドルで、どうしてもアイドルはトイレに行けなくって、人前で、だからコンビニまで走ってきたんですよ。お願いだ、俺もほとんど出てる。ほとんど出てる。私もほとんど出てる。ほとんど出てる。でも申し訳ないんですけど、うちのコンビニのトイレ一つしかないんですよ。一つしかない。ちょっと私が。いやいや、ちょっとちょっと待って、あなた本当に我慢できないんですか。もうやばいです。あなたのゴールはその先にある。俺のことは構わず再建。ありがとうございます。人生何があるかわからない、だから面白い。ミナルン、こんなにまんまるになっちゃったの。いいですね、どんどん言ってますよ。ミルキー、私はあなたのペット、あなたのために何でもできるわ。おならだってできる。ミルキー、ハイゲ。お届け物のハイゲです。お届け物のハイゲ。
ーからいこうか。怖い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 。さあミルキーのツッコミです。どうぞ。次の方どうぞ。お願いします。あ、すいません、うち整形外科じゃないんですよ。え、なんでですか？いやいや、誰がブスやねんとか言えよ。そういうことやんか。あ、そう。ミルキー行きましょう。ミルキーのツッコミです。次の方どうぞ。お願いします。あ、恋の病ですね。そうなんです、あなたのことが大好きでって。なんでやねん。いいね、いいよ。笑ってきてる、笑ってきてる。ただちょっとダンサブルや。そんなんちゃう。何笑ってんないねん。トップバッターは渡辺と木下桃か。それでは参りましょう。桃かさんとミルキーさんの惚れてまうやろうです。ほんま顔真っ赤かですよ。熱の入り声が完璧ですね。完璧ですね。もう幸せすぎてっていう。そうか。全面に出しました。でも別れた時に怖そう、この人。こっちはね、地獄の果てまでついていく気持ちです。それが怖いんだよ。それが怖いっつってる。行こう。じゃあミルキー。はい。ミルキーのこんな時間予告は嫌だ。ああ、思い出しただけで面白いわ。教えてほしい？うん、どうしようかな。教えてあげないよ。ダラダラすな。もうそんなあかん。お父さん、なんやねん。なんかツッコミ上手くなりましたね。やかましい。芸人を通して腕上げていってる。まだ上がるんかい。やかましいな。